にちは、ウリウリばあちゃんです。松結構問い合わせとかがいっぱい多かったから、私なりにいかに松葉を効率よく売り込むかなというのを今考えてて、エスプレッソ買ってみた。さっきね、これ空泣きしてしまって、エスプレッソで煮出す人結構いるらしいんだわ。初めて使って2カップ中の買ったらこんなちっちゃいの、もう一つ大きいの買えばよかったと思う。そしてステンレスの買った。アルミはなんか嫌じゃない。で今ねスパゲッティも作ってるでしょ。からこれは煮出した、今回は粉にしたのを煮出して、まず一握りが1日分だってあったでしょ。それを測ってみたら 2g なのよ。まあ私はいつもこれ作ってるけど、もう一回やる。やっぱり粉よりも吸出した方がいっぱいいいもの出そうじゃん。これのねお問い合わせがあったんだけど、古いやつなのすごく。でこの時はジュースとかスムージーにするやつと葉がね別についてたの、粉にするやつが。だけど今のはね普通に攪拌するミキサーっていうの、今度そういうの大体見ると粉もできるって書いてあるから、これでやってみたら粉に出た。今日これでやってみようか。だからそんなにほんと粉にならなくてもいいと思うのね。じゃあこれでやってみる。だからパワーがあるやつでやればスムージーに皆さんやってガーってするやつでいいと思う。これでできるから、いいですか。ほらいくらもできる。これでいいよ。でも粉にするのは難しいかもしれんけど、こんなぐらいならできるから、これをエスプレッソとかこういう風に1日分に煮出します。これはね30分煮出したやつ、それを1日分にしてやればいいと思うの。置いとかない方がいいみたいだから、その日のはその日のうちに使い切りましょう。お水を入れるって、だからここだね、この線の下まで入れたよ。これに松葉を入れます。 2g 入れてみよう。ただ1日分だからこうやって、これよりも出ちゃいけないって言ってたよ。はい、煮ましょう。でもうなりそうよ、見てみ、ほらほらもういいね。これを入れるじゃないですか。そしたらこれを、開けて、まだこの中にあるね。だからもうちょっとやった方が良かったか。とりあえずこう入れるじゃないですか。また戻してだ。これをここに入れてだ。あ、出てきた。でも3回ぐらいやった方が効きそうな気はするわ。3回やり？効きたい人いいよ。ミルクに入れても、蜂蜜入れてもいいと思うよ。蜂蜜入れて飲んでみようか。マヌカハニーでもいいけど、まあいいや、蜂蜜だ。蜂蜜なんか入れたらめちゃくちゃ飲みやすいと思う。そんなもん禁じてだよな。ほんと調子悪い時は梅エキスがいいと思うけどね、マヌカハニーと。あれ効くよ。だけどこれにマヌカハニーでもいいかもしれない。あ、いい味。蜂蜜と松の何とも言えないさわっとしたスワッとした感じもあるし飲みやすい。エスプレッソを作ってみようと思うの。ニンニクとユリネとバジル取ってきて、それで松葉入れてやってみようと思う。まだ仕込んでなかったのにスパゲッティが煮えてしまった。どうする。オリーブオイルでかけとく。このニンニクをちっちゃくしてハサミで切った方がいいわ。枝はダメよね多分。これぐらいにしよう。これ切った方が良さそう。食べてみよう。ちょっと同じよ。食べられそうな気もする。美味しいかもしれない。ハーブのつもりでやれば。あ、バジル入れようかと思ったけどやめよう。もうちょっと入れるかな。先っぽの柔らかそうなとこがいいじゃん。なるときちっちゃくした方がいいような気が。不器用でごめんね言われる前に言っとく。ユリネどんぐらい入れよう。結構ダメっぽくなってきてるけど、こんぐらいでいいか。オリーブオイルを入れて、松葉もちょっと炒めた方がいいような気がするから入れるね。ベーコンがあればね、よかったけど、いいベーコンならあるけど、ちょっと見てみようか。匂い嗅げばわかるから。大丈夫だ。これ使う。何ヶ月も前だけど、腐ってないみたい。ベーコンこの上から入れる。いいわ。いつ作ったかわからん古いベーコン。いいじゃん。私が食べるんだから。先に入れればよかったけど、後からベーコン入れたけど。大丈夫よ。いいじゃん、線は。線だったら食べないから。お醤油と、塩パラパラ。粉チーズかけよ。松をちょびっと松って感じで、生松をこうやっとこう。感想は松スパゲッティエスプレッソ、私も好きだよ。じゃあエスプレッソを入れてみるよ。こんな、もうちょっと飲んでみてから。あ、色が随分違う。こっちがエスプレッソ、こっちが煮出したやつ、両方飲んでみるね。もうね、私松のこの前飲んで耐性ついたから大丈夫。エスプレッソ飲みます。
そんな味だと思えばそんな味や。だけどそのまま飲まない、私任せて。こっちね、エスプレッソの方が美味しい。だってコーヒーだって最初飲んでみ、うちのお父ちゃんとちっちゃい時、小学校の何年かの時に喫茶店中の行ってコーヒーのただ券をお父ちゃんがもらってきて、それ二人で持って喫茶店に入ってコーヒー中の初めて飲んだんよ。山口弁になるけど、インスタントとかじゃ飲んでからにコントラもっとも、それでミルクと砂糖いっぱいいっぱい入れて飲んだんよ。あー、コーヒー中のまずいもんじゃなと思うた。それ考えりゃこんなもんの方がいいかもしれないよ。コーヒーと思えば何事ないよ。だって慣れてるからコーヒーも、あ、美味しいとか思って飲むけど、これはいけるかもしらん。エスプレッソで飲むなら、じゃじゃーん、私のスムージー、教えスムージー作ってみる。これより大きい入れ物でやるんだけど、どこへ行ったんだかわからない。だからしょうがないから、いいわ、今日だからリンゴ入れない、キウイにするわ。このケールの葉っぱも入れるの。ケールじゃなくてもいいんだよ、マツナの時もあるし。私の洗い方はリンゴは今無農薬とかエコのやつ手に入らないんで高いし、ある時はパルシステムの農薬少ないっちゅうやつを使ってるの。今そういうのもないから、普通だから農薬も使ってあると思うから皮って危ないっていうじゃん。でも皮がいいでしょ。だからまずお酢の中に入れて、これパルシステムのキウイ、これは使ってないんだって。ほでポストハーベストもないって回答もらってるから、皮ごと入れるの。こことここだけ取って、ね、これはお酢で洗って重曹にやって洗う、ホタテパウダーがいいっちゅう人もいるけど、これを入れて、そしてこのエスプレッソのやつもちっと入れる。麹水があれば麹水入れるんだよ。今見当たらんから入れない。モリンガパウダーをちびっと入れて、分離してるけど豆乳ヨーグルト、ザワークラウトと一緒に作ってるやつ、松葉の入れたいでしょ。これは夜飲む、夜後で作るね。キウイを入れる、皮ごと入れる。皮がいいらしいよ。こことここを取る、うん、やるよ。よし、できたよ。よいしょ、わかった。これもこれで作っといて、私の夜用のお茶も作る。カモミールとバーベナはね、毎日毎日は摂取しない方がいいみたいだけど、1週間に一遍とかがいいんじゃない。バーベナとバジルは入れないよね。タイムもいいか。アップルミント入れる時もあるんだけど、このアップルミントね、外に植えたなんでないから、あとはシソ入れようか。ドクダミ入れて、シソある時乾燥しておいて。赤いのでも緑でもいいと思うんだけど、シソを乾燥させとくの。そしてね、花粉症の時飲んでごらん。だから花粉症の時に飲むように置いといた方がいいよ。症状が私はね緩和された。だけど飲まなかったらダメで、こう入れるじゃん。何でもいいのよ、これと。それにビワの葉っぱ、ナツメの乾燥したやつを入れて、こういうのいつもね夜は飲んでる。もうお酒やめたから、これ蓋しといた方がいいと思う。でまあ蓋したつもり、こうやってだ、これにこのエスプレッソをこう入れてだ。できたよ。待つ、あ、エスプレッソ全部入れたけど美味しかったね、あれね。美味しいっていうことじゃないけど飲めるっていう感じ。お、でもいつも飲んでたらやみつきになるかもしれない。これでいいや、ね、リンゴ入れてないからちょっと甘み少ないけど、まあキウイ1個だとあれかもしれない。でも大丈夫大丈夫、食べちゃう。この生のやつも食べて。別にそんな味しない。だってよ、もしよネギとかほうれん草とかそのまま食べてみ、やっぱり辛いよね。どんな味、大丈夫かな。ちょっと、うん、微妙かもしれんけど、まあ大丈夫だろう。うん、おいしい。一つだけ失敗は、もうちょっと細かく松葉を切った方がよかった。こんなに長かったら噛み切れないから、ちょっと大変。このゆり根と松葉をちょっと待って、長いのは切ろう。切らんと、あの噛み砕けんから、ちっちゃくちっちゃくした方がいいよ、これ。安静材料、今さらだよね。ま、こうやって食べよう。もっと小さくしないとダメ、喉に松葉が刺さる。ごめんごめんね。これね、歯ごたえしかないから、松葉の細いやトゲっとした、トゲっちゅうかな、だからゆり根とベーコンですっかり美味しい。松葉別に味せんもんね。松葉がと喉に刺さりそうな感じはある。切って切ってしないとダメ、こんな長くしといちゃダメよね。よく考えろっちゅうんだよね。ああ失敗した。でも美味しいよ。松葉が美味しいわけじゃなくて、ゆり根とベーコンが、別に松葉の味せんもんな。もっと入れればもっとするだろうけど、したらそれこそ喉にツキ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 刺さってくるかも、うん、まあそういうわけでスパゲッティいけてますよ。サラダにしたらどう。
サラダもやってみて。じゃ今食べたからそんなようなもんよ。もしよ、じゃあやってみるよ。うん、私の豆乳マヨネーズでやってみようじゃないか。おい、ただ生の松葉をだ。生でしょサラダって。茹でてもいいんだろうね。やおいとこがいいと思うよ。サラダ作ったとして、これ私の豆乳マヨネーズいつも作って、これをバッとかけるじゃないですか。松葉いきます。別に何の味もせんからいくらでも食べられるよ。じゃあ適当に食べて。大丈夫大丈夫、食べられるから。あ、美味しい。松葉が美味しいわけじゃないんだよ、このマヨネーズが美味しいんだよ。いけてる。今日は松葉のお話でございました。皆さんも松葉を食べて善人になる。これね、バッチリ美味しい。いや、すごい美味しいってわけでもないけど、飲んでたら、コーヒーだって最初飲んだ時、私さっき言ったみたいに小学校の時飲んで、まずうえペペペペと思ったけど、今ではね、いや美味しい可能性がある。毎日飲んでたら美味しいんじゃないかと思える。初めてこれ、じゃーん。待って、こうだ。今忍者のとこから帰ってきたよ、言うよ。今ね、待って、ちょっとこうやってどうやれって言ったから、こうやって出して、もう忘れた、さっき習ったんだけど。でね、忍者松風の松葉の食べ方は、これをまず1個はね、ガチャガチャ噛むの。そしたら口臭予防とか、このまま食べることもあるって言ってたよ。こうやってずっと噛んでて、あと捨てるんだって。私この前全部食べてしまったけど、まあいいんだよ食べても。そうするとなんか酸っぱい汁が出て、とにかく中の口臭予防とか殺菌にもなるんじゃなく、そうらしいよ。それからただこれをお湯に入れて、つやつよりかなっていうやり方もあるんだって。それからお花を天ぷらにするんだと。それとか若葉をね、これって何、これはお花じゃないと思うけど、若葉、これを天ぷらにしてみようと思うわけ。こういうところ、この部分、この部分を食べてみよう。花ではないのかもね、新芽なのかな。いいじゃんね、やおいとこみたいな。手に松ヤニがいっぱいついてる、この松ヤニがいいっちゅうじゃんね。ちょっと食べてみる。シュバッチョの味がする。なんとも言えんでござる。ちょびっとにしよう。よいしょ。最近ね、冷蔵庫入れないで置いてるから。でもどうなんだろう、やっぱ冷蔵庫入れとかんといかんのか。ビットでやろう。こんなもんでいいわ。これを入れて、こう、あ、待って、あ、これは切った方が良かった。バカじゃんバカじゃん、忘れちゃった。またこの前のスパゲッティの失敗を繰り返すとこ。まあいいや、もうしょうがないわ。あ、またこれ食べるの大変だよね。切ってなかった。よいしょ。ちょっとどうよこれって。よし、食べてみるぞ。たったこんだけだけど、ちょっと塩やって、これでいいじゃん。いたーす。まずお花のような新芽かもしれない。じゃあ松だったし、わからんけど、松葉の先っぽにあったやつ。うん、いい。これちょっとここに座ろう。あ、これいいわ。お花か芽か知らんけど、芽だよね。スパーとして美味しい。ちょっと食べた時美味しかったけど、これ捨ててもいいよ。最後の辺は、うん、これ捨てて、これ食糧難になったら食べる。これ切ってないから。でも食べる。もうちょっとちっちゃく切ればよかった。この前のスパゲッティで懲りてるはずなのにね、またやりました。これね、天ぷらの粉が、粉つく、この方が美味しい。で、中まで入ると、こっちの方がまだいいね。この先っぽのやつは、最初はいいかと思ったけど、だんだん食べてたら、でもまあうんと美味しいわけじゃないけど食べられる。これは不老長寿と思えば美味しくいただけると思うよ。というわけで、新鮮な松は天ぷらにしてもいいかも。仙人も食べてる松葉でね。なんか焼酎か松葉ジュースか知らんけど、あれも作ってたよ。5、6年経ってるとか言ってた忍者松風さんは。私も一回作ったって言ったよね、この前もね。綺麗に洗った松と水にお砂糖を入れて置いとくの。そしたら松葉サイダーっちゅうのシュバシュバしてきて酵素になるわけ。というのもありますよ。追加でございます。これ新しそうなのを取ってみたよ。忍者も食べてる、ウリウリばあちゃんも食べてる、みんな大好き松葉。健康に、わしゃ仙人になるぞ。追加でした。バイバイ。ごめんね。